んばんは。今日はね、やべ、暑い。もうちょっと話します。いや、もう意味ないこれ。意味ない。今日はお仕事なんですけど、ロケのね、終わったんですよ、ロケは一応。終わった。終わって、まあ、ホテル着いて、お風呂入って、メイク落として、でも、まだ終わってない。終わってなくて、まだ撮影があるんですよ。このすっぴんの状態からもう勘弁してくれと。勘弁。お風呂には入ってきました。はい、よでした。まあ、そのね、様子はね、いつか放送されると思うので、うん、楽しみに。お楽しみにしていてください。今は結構待ち時間長いので。そうよ、待ち時間長くて配信して1時間ぐらいあるので、配信しております。それ終わってないよね。だって確かに終わってないんですよ。でもね、後から見てもらったら分かるんですけど、終わったけど終わってないんですよ、謎にね。長い。いや、お風呂楽しかったですよ。みんなで大浴場入ってきて、さっき貸し切りだったね。暖かかった。もう眠すぎてもう寝ようかと思ったけど、私寝てたんだけどさ、枕が飛んできて起きた。怖さが。寝方が多分すごかったと思う。寝方全部めくれてた。やばすぎんそれ。ちゃんとズボン履いてたからよかったけど、寝方全部めくれて。こんばんは。他にもメンバーがいるんですけど、こんばんは。今日バレンタインなんですってね。もらったよ。私もらったメンバーから。みーちゃん、あおいちゃん。え？ごめん。みーちゃんとひなはね、そっと手を置いてくる。みーちゃんとひなにはね、渡したいの。ココアとミルクティー。あ、ほんとだ。ドリンク。ドリンク。ドリンク。みーちゃんはね、なんか、温かい飲み物が飲みたいって言ったけどね、即買いに行った。コンビニ。違ったよ。それ違った。安心感。持っとったもん。うん、あ、持っとった。ね、私がもう飲み物持ってたから、私にバレンタインはいいやと思ったんですけど。ってことは。で、奥ちゃんはフルーツが苦手。そうなんですよ。チョコは好きなの。チョコ大好き。バレンタイン大好き。ステイを毎年いっぱいもらってたのに。そう、ステイをね、毎年いろんなメンバーからいろんなものをもらえるんですけど、買いに行きました。うん、なんかすごい音ですね。でも今日あんま天候すごいいいってわけじゃない。確かに、ね、風かな。風？風っぽくないですか。風かな。すごい風の音だけど。怖っ。ね、怖い。すごい音だ。こんばん。あったかそうな服、そう、隠すために。そう、本当はね、浴衣着てるんですけど、うん、隠してね、もうココアさんのと真っ赤っかで。私なんかもう浴衣脱ぎ捨ててここまで来た。私らトランプの色じゃないですか。え、トランプ。トランプ黒と赤でしょ。あ、確かに、ね、トランプ。トランプ。今日のテロップはすっぴんポポは、ポア。あ要素じゃない。え、でもココアってポポアって呼ばれてません、ね、うん、なんかカイポポア呼ばれてる。他にも呼ばれてますよね。なんだっけ。え、ココアさんってなんかいろんな呼び方で呼ばれてるんですよ。何。え、そんな裏で。うわ、トランプ来たよ。わ、本当だ。わわわわわわ、チークワみたいな。わわわわわわ、ありがとうございます。すごい。そっか、今アリスだから背景が。あ、なるほどね。だからそっか、こんな合ってるやつあるんだなって思ったけど。確かに確かに。やばい。
もうね、結構うちらね、極限状態まで、そう、疲れたんですよ、来てるんですよね。今日頑張った。朝からずっと一緒におるもんね。ねえ、しかも朝から割とテンションを高くして、なんか謎に移動中の車内とかをテンション高くしすぎて、ロケ開始からちょっと疲れてるっていうことが起きて、結構もうね、お風呂も入ったし結構限界。そう、今からでもご飯食べたりします。そうです、うん、アドレナリン出てたね、今日出てましたね、アドレナリンだっけ。そう、うん、疲れてます。失速してる、失速、失速。そうなんですよ、朝もね、一緒にね仕事頑張りました。今日は泊まりですよ。頑張ろう、うん、バレンタインにね、お仕事ね。メンバーと一緒の仕事だったら、昨日元気だった。確かに私多分、いや何にもくれなかった絶対作ろうっていう気だったよ。うん、その気がなくなった。うん、残念です。昨日はちょっと頑張れん日だった。頑張れん日だった。オフだった。今日ね。コアさんを横から見たぞ。おきちゃんを横から見たぞ。どこから見てるんですか？いろんなものが映る。本当だ。こんばんは。今日のココアさんは髪の毛が丸いんですよ。うん、これが何もしてない。パサ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 なんだけど。今日ね、ちょっとシャンプー合わなかったですね。そう。私も合わなかった。キシキシ。ね。キューティクルが。キシキシだよね。マジでドライヤーしながら二人で。キシキシだ。キシキシだ。キューティクルが剥がれた。ホテルって結構なんか合う合わないありますよね、シャンプーとかって。え、合う、ある、うん。今日はちょっと合わない時でした。合わんかった。みんな合わんかった。うん、まあでも、うん、最初はもう、うん、パサパサだけど、風呂入るときもココさん隣に陣取ってきて、そう、ね、めっちゃ広いシャワーの、シャワーの中、シャワーがあったんですけど、並んでたんですけど、普通にオキちゃんの隣に行きました。あんなに空いてたのに、それだ、一番目に入って二番目に入ったので、入場したのに二番目に。しかも今日はあの別に二人で入ったわけじゃなくて、もうなんかね、6人ぐらいみんなで一気に入ったんですけど、うん、ね、その中から隣を選ばれました。選びました、中一品。こんばんは、こんばんは。電車で詰める人みたいな。確かに確かにそうだ。シャンプー持って行ったりする。そうそう、持ってきてる子持ったよね。うん、メモ持った。大事ですよね。今日ちょっと一泊だからって気抜いて、あんまりなんかスキンケアとかもたくさん持ってこなかったら、まさかの一品でね、大変なことになりそう。撮影とか言われて、もっとちゃんと大変なことになりそう。そんなことあるなら、もっとちゃんと持ってくればよかった。困った、うん、こんばんは。いつもよりは早めの配信なのでね、早い時間だね、珍しい配信。いつも23時とかなんで。そうよね、夜型起きれるん、夜まで。でも最近寝落ちしてますね。寝落ちして12時ぐらいに起きて、12時からずっと起きてるみたいな。だからショールームのする時間帯がちょうどね、なんか仮眠時間みたいになってて、なんかホテル同室の時も、そうだから一時全然ショールームできなかったんですよ。それで、でも早い時間にやればいいじゃんって言われても、早い時間はなんか違うってなってできない。あ、なるほどね。その仮眠タイムに入る前に、そうなるほどね。でもなんか珍しく今日はこの時間だ。なんかする予定はなかったんですけど、あまりにもね待ち時間がねあったっけ、ありすぎて、これは暇だ、なんかやるかってなって、うん、あ、じゃあ一緒にやろうって。そう
珍しい時間入れて嬉しいって。メールで配信ないですって書いたの？あ、そうですそうです。あ、なんかでもできんみたいな、そうそう言われたんですよ。みんなでもしかも今日別に毎日アイドルめっちゃすごいこだわってる人ってあんまりなかったから、別になんかやらないみたいな空気だったから、確かにやらないかなと思ってたんだけど、今日はゲリラです。ゲリラ配信、ゲリラ。やばい、もう眠い。うん、赤ちゃん、もうもう眠い。でも私も結構もう朝から疲れたから、ね、あれ時計だと思った。時計じゃないのか。本当だ、絵だ。え、めっちゃ時計だと思ってたんだけど。もうそういう時ありますよね。ええ、でもあれ、あ、そっか、4時じゃないか。全然なんか4時に見えん。え、見えない。見えんか。うん、疲れてるんですよ。お隣の人かわいい、うん、おきちゃんです。おきぽです。23歳です。岡山県出身。自己紹介。好きな食べ物は、うん、チョコレートです。バレンタインやし。バレンタインで。自己紹介はどうぞ。カイコカーです。19歳です。好きな食べ物は。森永ですか、あなた。カイじゃなくてもしかしてだと思う、うん、いやもうそんな可能性もあるよ。その可能性も否めんよね。カイじゃないですよね、多分。森永コカーです。やっぱりそうなんです。明治でもない。初めて言ったんだけど、森永コカーです。なるほど。森永コカー。好きな食べ物はコカーです。あ、やっぱりそうなんですね。今日も人にココアあげてましたもんね。やっぱりなんかココアの飲み物を見たときに、これ自分のなんかえ、うん、アイデンティティにしようみたいな思いました。最初の頃は思ったココアキャラで行こうみたいな。ココアキャラで行こうって思ったけど、うん、でココアキャラ押しすぎたらもういやキャラやんって言われる。でここから徐々に、うん、行こうかなって。でも全然そんなココア押してない。いやそうだよね。なんかでも本当に飲んでるんだよ。まああるもん家に粉が、うん、あ、そうなんですね。え、そう、結構減った。ほんまに飲んでるの。ココアさん、ウーロン茶のイメージしかない。え、ウーロン茶飲む。ウーロン茶か、うん、あ、ウーロン茶だね、うん、ウーロン茶好き。甘い飲み物のイメージがあまりない。おきちゃん何が好きなの？ミルクティー。ミルクティー、ティー好きです、私。おきちゃんが好きなもの結構知ってるんだよね、なんか意外とね、意外と仲良しなんです。なんでなんだろうね。あ、そうだ、ホテルが一緒だった時になんかお互い、うん、あー、そうだ、そうコンビニ片方が行ってる時に、うん、そう、なんかいる、そうそうそう、なんかいるって言って買ってくるみたいな。そう、よくあるあるじゃけ。あるある。ココアさん絶対ザバスのヨーグルト。ザバスじゃない、オイコス。オイコスのヨーグルトを頼む。オイコスのヨーグルトがいい。健康志向かとリンゴとか。そう、カットリンゴとかです。懐かしい。ずっと一緒でしたね、あの時は。え、4日ぐらいしてなかった。ね、ホテルね。ワールドカップハマってた時にココアさんが朝4時にあのピッてでテレビつけて朝4時に、そう、朝4時にアラームかけてたもん。そう、朝4時ぐらいにアラームかけて、ただでさえ集合時間も早い時にわざわざ4時に起きてサッカー見てるココアさんを見ながら。そうなんです。ポコ太郎元気だって。今日の朝もね、おきちゃんがね撮ったポコ太郎のね。そう、でもココアさんあんまりポコ太郎好きじゃない。いやいや好きよ。ココアさんのハムスターのこと可愛いって思えない人だから。い思いますよ。目がちょっと怖い、なんか、うん、ネズミだと思うんでしょ、ハムスター。ネズミ味がある。ネズミ苦手な人多いじゃないですか、結構。見たことないネズミある。ネズミなんかあの都会によるネズミみたいな。マジで見たことない。結構確かに野生にいたらちょっと怖いかも。どんな感じなの、さーって。うん、怖っ。そうですよ、なんか昔の外国とかあれですよ、なんかネズミが大量発生するなんか公害みたいなのがあったんですよ。そう、ちょっと恐ろしくないですか。ネズミってなんかでも一定数増えすぎたら自分で死にに行くみたいな。え、海の中に。あれ、うん、嘘なの、都市伝説。何でしょう、群れのために。いや、なんか一定数の数超えたら、うん、え、都市伝説。わかんない。やばい、銀座にいっぱいいるらしい。そうなんだ。
短いんですよ、モフモフ。え、可愛いのは分かるよ、うん、いつか触りに来てほしい。え、最近ね、でもココアさんちのね、うん、話とか結構聞くんですけど、もだし、おばあちゃんのこともだし、ココアさんおばあちゃんのこと文章話すぎて、なんかおばあちゃんとのラあおばあちゃんってちゃんと呼んでって文社からビッグバンさんの部屋ちゃんの子供って言って私のおばあちゃんと文社がって呼ぶことそれもやばい。ただでさえ、ま、癖が強いなって思ったのに選手なのもすごいじわじわ来てマジでおもろいよ。今まで猫ね、ラマさん最近の猫ちゃん何でしたっけ。バティすごいな、それもちょっとここは野球バディしてたかな。なんかとりあえずなんか有名な有名的なさでも私あんまりサッカー詳しくないけど、クリスティー最近なのか。ほんとね、ラマスとダービッツはってダービッツ、マラドーナ、いやおらん、いやおらん、ピクシー、いやおらん、ベッカム、おったベッカムくん男の子だったの。男の子揃ってる。そう、歴代猫がサッカー選手になった。次もし勝ったら、ペットを飼ったら、え、今だったらね、誰だろう。え、ポコ太郎の次はどう。モコって呼ぶってこと。そう、モコって。今日話してて名前分かった。じゃあモコ、まあ、モコ太郎の次は、ポコモコなんだろう。モコで結構終わった感あるけど。確かに、うちのねペットはポコ太郎って名前なのでね。ポコ太郎由来はない。オキポのポ、オキポのポでマイキューがついてか太郎がついてて、うちの子メスなんです。やめなよ、太郎っていうの。でも全然男の子だと思った。やっぱ多様性の時代ですか。え、ハムスターってでもその性別に何か変わるの。ありますよ、見た目が全然違う。あ、そうなの、うん、もうオスはもうポンポンってすごい、うん、あ、そうなんや、ポンポンなんや、うん、じゃオスだったらポコポコ太郎だったかもしれないそうでもない、別にいや、そう、うん、そうでもないか、そうなのかまあでも結構メスは何もないって感じ。いいお腹って感じ。メスの方が可愛いじゃん。うん、なんかどっちも人気っぽいですけどね。私は結構ここのメスのハムスターの方が好きかもしれない。え、なんか気性が荒いとか。なんか、うん、種類によるっぽいんですけど、やっぱちっちゃい生き物ほど気性荒くなりますよね。だからうちのハムスターちっちゃいからもう人間のことを見下してる。え、噛まれたんでしょ。見たい。なんか傷ないの。え、傷あるかな。お前親指。傷ほどはないの。うん。穴みたいな感じなんですよ、傷って言っても閉じてますね。あ、このこれ、あ、それそれそれ、結構なんかそうホッチキスのちっちゃいバージョンみたいな。ホッチキス間違えて指に刺したぐらいの、そうそうそうぐらいの、本当にちっちゃなちっちゃな穴です。やば、うん、でも見えないと思うの、配信とかじゃちょっと、うん、本当に分からない。結構強い。しかも離れないんですよ、噛みついたら。こう私が指とか噛みつかれて痛ってこう持ち上げたら、そのままブランってひっついてくる。で、痛いってこう手振り回してもブラン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 って。結構なんか執念のごとく。これはそれはただのあの、ね、待って、傷多すぎない確かに、なんで私こんな傷あるんですかね。あの、寒いからだ。寒いからちょっとポコ太郎かと思った。ひび割れしてる。こういうことか、ブラン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 。どういう気持ちなんだねえ、どういう気持ちなんですかね。ポコ太郎急に噛むからよくわかんないんですよね。え、なんで噛むんだろうね。ねえ、何もしてないの。食べようとしてるんかな、私のこと、うん、味めっちゃ美味しいとか、指の味が。いや、人間とか興味なさそうなんですけどね、普段は。指の味にね。そんな感じですかね。いい、ポコ太郎か。ペット飼って変わった、なんか
え、でもなんか家に帰るとき寂しくなくなりましたよ。なんかただいまって言ってる。帰ってきた。ポコ太郎に対してね、じゃけ。ポコ太郎に対して。待ってくれとるけ。そうそう。お別れとか悲しい。かわい、楽しいですね。うん。そのことを考えてないと。まあまだだと思うけど。ペットの別れって悲しいですよね。悲しい。ある程度飼ってたら覚えてくれて噛まなくなるんだけどな、だってある程度飼ってるんですけどね、もう1年ぐらいはそっか、1年か覚えてると思うんですけど、ね、一歩歩いてる忘れるみたいな、鳥か、いや頭いいと思いますよ、私の顔見たら出してってカシャカシャカシャって、私の顔なんそれ、私の顔でもいいんじゃないですか、あワンちゃんそうかもしれない、初めましてでどんな対応されるか、え、でも噛まれたらやだな、噛まれたらもう本当にハムスターダメになっちゃう、でもそんななんか今まで結構メンバー触ってるんですけど、うん、そんな噛んでる毎球ぐらいかもしれない、噛まれてるの毎多分他のメンバー噛まれてそう、噛まれてないと思うんですよね、毎噛まれた後にあーって言ってそう、怒ってる、めっちゃ怒ってるよね、噛むな、回るな、走るなって怒ってる、なんかめっちゃ想像できる、そう生理現象起こってる、ポコ太郎があのホイールって言うんですけど、うん、あの回るやつ、回し車、うん、回ってたら、はあ、回るなって怒って、そしたらポコ太郎びっくりして、あの回るの通り始めて、回るなってまた怒られる、怒る、想像つくでしょ、めっちゃ想像つくでも結構世話してくれてましたね、預けてた時中村家に、なるほどね、うん、そうなんですよ、言ってそうよね言ってそう、愛犬、回るために置いてるのに、確かに回るために置いてるのに、そうなんですよ、シンプルなんですよね、ハムスターの部屋って、やば、うん、お母さん、なんか飼いたい動物とかいません？え、なんかカワウソ？そうなんですね、なんか誰かさ、アイドルで飼ってる人おらん？カワウソ？カワウソってなかなか誰だったかな、おるんよ、そうなんですね、マジで、なんかカワウソかわいい、カワウソに似たやつとかはいますよね、カワウソマジかわいい、フェレットとかじゃなくてフェレットなんかな、カワウソって結構なんか飼うの大変なんじゃないですか、あれどうなんだろう、飼えるのかな、フェレットか、 YouTuber とか飼ってるイメージあるけど、え、食事シーン、あとモモンガとか、あーモモンガか、飛ぶやつですね、確かに、でもモモンガもハムスターも変わらないか、いやどうなんですかね、もうちょっと終わる？もうちょっとやりましょうか、はい、あとすいません 20% でした、70万ぐらいするらしいよ、カワウソ？なんかカワウソってめっちゃなんかずっと騒いでるイメージあるんですよね、やだ、なんか鳴き声すごいイメージがある、許可いるんじゃって、え、マジ、うん、高い、まあでもね、確かに動物園にいるやつですもんね、そうよね、ずっとお風呂がもうカワウソの家みたいになっちゃうもんね、うん、私割とあの世界の犬とか好きなんですよね、なんか日本の犬って分かってるじゃないですか、どんな顔か、でも世界の犬ってなんか知らないけどでも犬だみたいな顔した犬がいっぱいいるんですよ、え、なんだこれは見たことないけど犬だみたいな、なるほどね、そう海外の犬って、うんうん、インドの犬とかめっちゃ細長いんですよ、日本の犬じゃめっちゃ可愛いって思われるかもしれんじゃん、確かに、でも可愛いですよ海外のも、あ、そうなんだ、うん、この前名古屋行った時にさ、なんか、うん、あの SK さんの小屋見に行った時に、うん、なんか商店街みたいなのが歩いてったら、うん、散歩しとる犬が、うん、振り向いた瞬間マジ狼なんよ、えー、マジで狼なんよ、ハスキーみたいな、いや、狼え、ハスキーじゃない、なんかありそうですけどね、狼犬みたいな、いや、なんかえ、マジで狼だった、うん、え、狼ってことないけどでも、普通におとなしいっていうか飼われてるんですよね、え、なんかこチェーンつけてる、え、く、口輪っていうか、でも狼は飼えんじゃん絶対、うん、犬だ、だからなんか狼 DNA 強めなんだ、うん、え、でも好き、なんかかっこいいですね、そんな犬いたら、めっちゃかっこよかったね、だってここにめっちゃかっこよかったけど、ね、マジ怖かった、目がね、なんかもうそんな犬日本にいるんですね。それな。イケメン犬だ。
でも狼おらんのよ日本、ね、絶滅しとるもんね。そうなんですよ、終わっちゃうもうすぐ。そう、もうちょっとで終わります、充電がない。そう、ね、でも結構時間ね経った気がしますね。私は待ち時間1時間半ぐらいあったから、いや、ね、あと1時間ぐらい、うん、嬉しい、嬉しい、せっかくショールームできてよかった、ありがとうございました。せっかくのバレンタインにありがとうございます。ありがとう、ご帰国は大事にできてよかったね。これが私のバレンタインチョコです。え、今日ね、あの皆さんにバレンタインチョコとか作る配信とかできないなと思ってたんですけど、これです、うん、これです、ココアです、おきぽです、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。ぴょんぴょんぴょん、ランキング読むか、よし、お互いで読むね。私も読みたいと思います。13位イキリンコ、12位カレパン、11位イッキ、10位エリック、13位ムネヒロさん、9位ヘドウィグ、8位ナスタ、10位スリアンさん、7位エリアス、8位マプさん、6位ヨーコ、5位ノッシー、6位アスパラさん、4位5位テサラクトさん、4位スエコ長男さんでした。3位キブ PH、 2位テツ、1位スバル、ありがとうございます。特別配信でした。皆さん配信見てくださりありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ頑張ります、この後も、この後も頑張ります。頑張ろう、バイバーイ、バイバーイ、ありがとうございました、ハッピーバレー。